ジャトヤにかかれば万事解決。何かよ、あたし一匹仰せのままに。いいぞ。見ないでください。ゼロゴンホローの環境をリアルタイムで観測中。行動目標、資質試験、前線のクリア。ホローで迷子になったボンプに遭遇しました。バフを付与する代わりにボンプ連携スキルは発動不可です。サポートボンプは最大2匹まで。新個体遭遇時は交代も可能。提案、イアスの交流モジュールで協力を仰ぐのはいかがでしょう。貴重な品は私にお預けくださいね。あなた様らしい目利きですわ。お手伝いが必要でしたらカリンが。お掃除のことならお任せください。いってらっしゃい。買い物はメイドの専売特許ですのに。危険目標、属外侵食体凶悪狂人を検知。トゲトゲしい肩、たくましい両腕、鋭い爪、それが彼らを好戦的にしました。興奮状態の時は
なるべく生体を避けてください。準備できますよ。前線補給拠点に到達。本来直前の戦闘リザルトが S の場合のみ解放ですが、今回は優秀なフェアリーの実力行使により不問となります。拠点の出口です。拠点を離れる前に十分な休息を取ることをお勧めします。貴重な品は私にお預けくださいまし。カリンがお預かりして良いのですか？行く手を塞ぐ敵を金の力で従わせるのも一つの手です。真相に到達。資質試験、前線のクリアを目指してください。メイドたるもの、努めて冷静に、ですわ。アンビ、配置についた。こちらアンビ、支援に来たわ。お買い物はメイドの専売特許ですのに。
ターゲット確認。使いだって怒られちゃう。あなた様らしい目利きですわ。